今回は、バイザードってハッチ以外あまり活躍できなかったよねに対する読者の反応集を紹介します。頼もしい援軍連れてきた。抱き合わせ商法やめて。ライダースーツとメガネとアフロが最終決戦どこにいたのか全く記憶にない。元隊長が3人もいるのにどうしてこんなことに。なんで仮面すぐ外すんだよ。戦力の幅が広すぎる。もうちょっとまんべんなく頑張って。バイザードってもっと活躍してよかったよね。こんなに美味しい設定の塊なのに。前編眺めても最高にかっこいい集団だった。全員仮面モードの絵は本当にかっこいいんだが。ハッチ確定10連画者。これ好き。他は能力違っても基本剣士だけど、ハッチさんだけ高レベルの起動スキル持ちだからな。仮面かぶるモーションはお手軽な上にみんなで同時にできてかっこいいと思う。ちゃん一ができるからこの人たちもできると勝手に思ってたけど、ホロー化状態で挽回って使えないのね。ちゃん一のあれは実は挽回じゃなかったしな。そっか、てっきりこういうもんだと思ってたけどこれ挽回じゃないのか。ハッチさんの元の役職なんだっけ？機動衆の副機動長、長の鉄斎さんが隊長格から一目置かれてるからハッチが隊長格ぐらいかね。実は過去回想でも一番活躍してるのはハッチ。ただ仮面自体終盤になると、旧時代に取り残されたシステムになるインフレ具合がいけない。いや正直アランカル編ですら画像の連中は一人覗いて頼れなかったが。仮面の能力底上げがどの程度だったのか、結局最後までよくわからなかった。ハッチとヒラコは強かったし、メガネ二人とライダースーツとヒヨリは普通に戦えてたし。ハッチがジャイアントキリングした以外は何もない集団、ストーリー的にもただの被害者の集まりで重要でもなんでもない。いらんこと口走らなければ強い奴はいた。剣聖とローズはあまりにもいいところなさすぎる。騎士団誰一人倒せず殺されてゾンビ化って。師匠も扱いに困るくらいならもっとバンバンキャラ退場させてもよかったのよ。ヒラコのは説明されたところで普通対応できないからともかく、ローズの能力はいくら押さればトルのためとはいえ説明したらダメなやつだと思う。ヒラコは上下左右反転カーだったら対応できるわ。してくる相手に前後も反対だぞで騙せるからな。退場がどうとか以前に見せ場をちゃんと作れよ。こいつらホロー化させられてから愛禅対策とか何も進んでなかったやん。愛禅対策つったってなぁ、催眠食らったら自称全能のクインシー編ラスボスですら騙せる雲の上の強能力相手にどうしろってんだ。アランカル編ですら能力打開については反転にして投げてたんだぞ。魚では説明した上でオンオフしたら普通対処できないからな。エンマコオロギやこれが通ったら漫画としてあるまじきクソゲーになっちゃうけど。隊長の自分を裏切って部下たくさん殺した当選の悪口言ったら日陰に切れられる剣聖かわいそう。日和が性癖にど真ん中すぎた。ホローちゃん一にボコられて怯えてるのいいよね。13キロに真っ二つにされてたな。ハッチ検索したら有能とか強いとか出てきてダメだった。そりゃエスパーダでもトップクラスに強いおじいちゃん倒しちゃったんだからどこを見てもそういう評価になるわ。でも討伐メンバーの一人のホイポンちゃんには当たり強いし。ちゃん一育成の功績で元は取ったから。こいつらと狩猟した成果で倒したと言えるのはよくて、グリムジョージャガージャックさんまでで、ウルキオラとかアイゼンはちゃん一の中の人たちの尽力じゃん。イチゴに狩猟つけてた時のやりとりは面白かった。活躍は思い出せない。いい奴らなんだけど、いい奴らなだけってのがひどい。チャドに近いんだけど、チャドは活躍できてる時期もあったし、何より一般人が友達のために身体張ってるだけだからな。キャラの無駄遣いに関しては師匠はわざとやってる説もある。強いと思われてるキャラの鼻っ柱へし折る話が書きたいから、新しい敵に手も足も出ない展開で引き伸ばす。どいつもこいつも作中の東死神に比べればはるかに実力はあるのに、敵との霊圧とか実力の差を測る能力だけは抜け落ちてるやつ多くない？ってなる。小説でヒラコはアイゼンが強化水月ちゃん一に見せようとしたら、ちゃん一の資格逆転させて回避させる予定だったとは言ってる。まあ反転がなぜか強化水月縛りプレイしたので意味なかったが。ヒラコは挽回が強いけどクソ使いにくすぎる。こいつらが廃屋で決めポーズしていくぜアイゼンってやってから、実際に登場するまでに50話ぐらいかかったアランカル編の引き伸ばしは今でもすごいと思う。起動のプロって脳筋より頼りになるよね。ウェコムンドの神よ。が押されすぎる決着だったからなハッチさん。起動特化キャラとか好きになる要素しかないし。新起動で圧殺とかじゃなくて王の能力を逆手に取って自分の腕を犠牲にして勝つのがいいんだ。剣聖さんはもはや作者から恨まれてるのかってレベルでかわいそう。ワンダーワイスに挽回した後はガチで忘れられてたんじゃないかと思う。
ボロクソ言われるけどこいつらがいなかったら結構困る場面はあったはず。少なくとも死人は増えてた。少なくともアランカル編でギリアン大量に放たれた時にバイザードが蹴散らしてなかったら、すでに疲労困憊状態の隊長がエスパーダ相手に戦えなかったはず。クインシー戦でなんでフォローか使わなかった。挽回封じられたクインシーの軍勢相手には活躍すると思っていた時期が俺にもありました。クインシーにとってフォローは毒、これで活躍せんはずないやろう。挽回使わなくても戦力大幅アップできるやつが活躍せんわけないやろう。なんでや。クインシーに対して特攻持ちのくせに、最終章でクソの役にも立たないのはさすがにライブ感が過ぎるよ師匠。クインシーにフォローは猛毒とは何だったのか。隊長級が仮面かぶるとか強すぎんか？そうでもなかった。まあクインシーほどでなくても、フォローの力が障害になって仮面状態で挽回できない可能性あるから、そしたらもう挽回が使えるただの隊長でしょ。こうするとイチゴって本当に例外の塊だな。死神プラスフォローだから強いんだろうなと思ったら別にそんなことはなかったのはがっかりだよ。バイザードのは体内にいる害になる存在だからはっきり言って邪魔っていう。クインシーはフォローが弱点だからバイザードをぶつけて勝ちました。じゃ盛り上がらないし。仮面最強格だろう平子が本気出せない縛りの状況だからな。もともと縛りプレイして枷を外れたケンパチと温泉ドーピングしてた兄上はともかく。素振りしてただけの子供はなんであんなに強いの。天才だから。アランカル編終わった後に他死に物狂いで主要したから。はっちいて平子もいたらまあ十分と言えなくもないが、他の軍勢には愛禅や月島さんや総隊長がいるからな。ハッチ以外本当にまともな出番もらえてなかったよな。平子は性格良さそうなところとか相手が悪かったってフォローできるけど。平子はもうちょっと活躍してもよかったのでは。タイマンかレイド戦が多いあの漫画で能力が使いづらすぎる。自分もそう思うが平子の進化は戦闘力じゃないからな。脳筋が多い守る低重3体であの調整力は必要だろう。隊長になったばっかりの裏腹に上の門は下の門の心意気は組んでも、顔色伺ったらあかんみたいな隊長の矜持や、アイゼンが怪しいと踏んで監視するために自分の部下にする、近所を極刑にするべきという遺言を遮ってイチゴに真意を問うたりは他のキャラにはできんし。一応バイザードは全員暴走フォローかイチゴとフォローかなしでやり合える猛者どものはずなんだがな、師匠は覚えてないよな。挽回フォローかイチゴと10分ぐらい重傷を負わずに戦えるんだから、素手でのされた現代の副隊長連中よりは強いはずなんだよ。このページだけ見ても師匠のセンスは凄まじいな。ボットでの技を3人分考えてどれもかっこよくてらしさもあって、ちょっと間違えたら恥ずかしネーミングになりそうなのに、どうしてそれを感じないのか不思議。何回この流れやってるんだよっていうのは置いといて演出力はやっぱりすごいよね。石田 VS リュウグラムみたいな疲れてるのかなってなるようなのもたまにあったけど、展開の犠牲者感はかなりあるなーって。軽んじられすぎてるけど魚で普通に強いじゃん。武闘団も定番に骨伝導とかさ、霊体そのものに響かせてるとかすればもっと活躍できたと思うし。